再生可能エネルギーをテーマといたしまして、飯田先生と加藤市長のこちら対談を始めさせていただきたいと存じます。なお対談の進行は加藤市長にお願いをしたいと存じます。それでは加藤市長、よろしくお願いいたします。はい、飯田先生、よろしくお願いします。おそらく皆さん、随分本当にいっぱい来られてる皆さんは多分飯田先生の話をもっと聞きたいと思ってらっしゃるに決まってるんですけれども、今日は公開アドバイザーということで、小田原の皆さん方の命と、これからの地域の安全を、扱う立場として、地域の視点から、また地域の方からアプローチできるという切り口でのお話をちょっと今日は聞かせていただきたいと思っています。まず今お話の中で、本当に大きな意味での、今後の国家的なエネルギー政策にまつわる、構造的な話を大体聞かせていただきました。改めてですけど、今後、当然私もそう思ってますし、先生もそういうことをずっと研究されてきましたが、この我が国における、原発に依存しないエネルギーの供給の実現、これを当然目指していくわけでありますけれども、ここに向けてはいろんな当座のエネルギー源として、例えば LNG を使ったガスコンバインド発電だとか、いろんなことも話には出てますが、地球温暖化対策ということもあって、CO2 問題も考えていくということで、基本的には大きく2つの柱、節電ということと、再生可能エネルギー、この拡大で、この向こう何年かにわたる移行プロセスをやっていくということで、あるというわけですし、そうしなければいけないと思っていますけれども、あえてまた聞かせていただきますが、その実現は、客観的に見て可能かどうかということがまず言ってるんですよね。で、おそらくその先に、そして先生としては最終的にこの日本で、このさっきスペインの、エネルギー構想の話がありましたけれども、どういったエネルギーの、生産供給体制、これを我々は一つの到達点としてイメージしておけばよいかということの、お話をちょっと伺いたいんですよね。で、おそらくそれとセットで、それに大体、先生的にはどれぐらいの時間がかかると考えていらっしゃるのか、はたまたそのネックになるのは何なのか、ちょっとこの辺の話をまずイントロで、大きなちょっとビジョンの話として聞かせていただけるとありがたいですね。はい、大きなビジョンですね。できるだけ大きなビジョンを市民の皆さんも含めてですね、みんながまず共有した方がいいと思います。で、そのビジョンっていうのは、ついいろんな日本の行政の文書とかでもこう、ポンチ絵のような漫画についてなってしまうんですけど、一つには何ていうか、若干こう難しくなるんですけども、こう抽象的だけれども高い理想のようなこうものというかですね、そういうものと、それから、構造的な何ていうかですね、そうですね、構造的な絵というかですね、一般の人に分かるように説明するのは難しいんですが、いずれにもその、大きな目標をとにかく絶えず共有した方がいいですね。日本人というのはつい重箱の隅になりそうなので、その後ろの本でも宮台さんとのあれで、話題になりましたけど、日本人はなんかタケノコの里とキノコの里でしたっけ、で商品が2つできるような、そういう細かいところにやたらこだわるのはいいことでもあるんだけど、つい大きな目標です。でちょっとそれは前置きなんですが、でドイツが脱原発を決めた倫理委員会が目標としたのは、それまでいわゆる温暖化、脱 CO2 温暖化から脱原発になったわけじゃないんですよね。あれはもともと持続可能な社会、英語ではサステナビリティという、これがもうずっと80年代から一貫した目標としてあって、ドイツはその線から全然ブレてないんです。これは日本はついその目先のですね、ものにブレてしまうので、これまでは CO2 削減で一本できて、で今度は原子、脱原子力だけに来ているとかですね。ですからちょっと難しいんだけど、この持続可能性というのを僕はその
市民の人のレベルも含めてちゃんと腹に落とすような議論を勉強会も含めてしっかりやった方がいいと思います。まずそれが一つですね。で、まあ、それだけだと抽象的で皆さん分かりにくいと思うので、まあ、それをエネルギーの視点からどう考えていくかというと、まずエネルギーの種類で持続可能な社会を達成するにはまずエネルギーの種類から言えば自然エネルギーと省エネルギーでやっていく以外の選択肢はないんですね。で、化石燃料いわゆる石油石炭、天然ガスというのは あと原子力ですね。このエネルギーというのは入り口と出口で限界がある。入り口というのは資源に限界がある。出口というのは環境汚染とか今回のような事故とかそれから、核廃棄物とかですね、地球温暖化で、この入り口と出口に限界があるものは必ずどうあがいても持続的ではないの で先ほどあった1万倍も降り注いでいる太陽エネルギー、あとさっき説明省略しましたけど、それは太陽ですね。地球のエネルギーはもうマグマですね、地下のエネルギー、そして月のエネルギーは張力エネルギー、まあ張力がしばらく使えないんですけど、まあこういう事実上永続的なエネルギーに乗り換えていくしかない。時間はかかってもこれに達成するんだっていうのがまず持続可能なエネルギーの第一定義です。でそれはでも種類だけなんですけど、モードとしては自分たち自身がそれを自己決定していくような、なおかつ公平な社会ですね。公平っていうのは、途上国と私たち、それから将来世代と私たちが公平である。で、そしてどこかの誰かがそれこそ原発を爆発させるような人が勝手に決める政策じゃなくて自分たち自身が決めていくんだというですね、その決定のあり方とそのエネルギーの姿ですから、大規模集中型の原発あるいは化石燃料石炭火力がどっかにポコンとできればできて、あとはスイッチひねったら電気が流れるっていう形じゃなくて、誰もが電気を生み出すことを使うこと、あるいはそれを融通し合うようなネットワークに、あるいは意思決定に関わるというような小規模分散型、地域分散型、地域自立型の、そしてそういうようなモードですね。そういう方向性が大きな方向性として持つのが大事かなと思います。はい、とりあえずですね。今先生がおっしゃっていただいたそのエネルギーの種類の話、まあ、とかくこの種類の話にこう話がこう集約されがちなんですけども、まあ、今日もお話伺っててまさにも言いましたがモードが極めて大事でありまして、これは小田原でもこの間持続可能な市民自治の街で、今最近は市民の力で未来を開く希望の街ということで、要は市民がこの地域の街の形あるいは未来の仕組みとかそういうところに当事者として関わる仕組みがどれだけ持てるかということを非常に重視してやってきてまして、まあ、私も先生とちょっとお話しするまでそのモードの視点というのは今日もちょっと自分のクエスチョンに入ってなかったんですけども、それは極めて重要な視点でありまして、まあ、今日のこの1時間の中にもう少し具体の話に今日踏み込めたいというふうに思います。あとその種類とそのモードを我々が日本の国として獲得していく歩みですね、これ先生の、直感的にはどれぐらいの時間をかけてやれる、あるいはやるべきだという感じですか。まずはやはりあれだけの事故が起きたので、ここ 1,2 年で徹底的にみんなで考える必要があると思うんですよね。ですから一番望ましいのは、来年の春ぐらいに総選挙とともに国民投票すると、脱原発国民投票すると、でその結果が大事なのではなくて、その全員が1年間、まあ、来年の春と1年だから来年の秋でもいいんですけど、まあ、あるいは次の総選挙のタイミングでもいいんですが、日本人の、投票権のある人、まあ、場合によっては投票権のない中学生以上とかでもいいかもしれないけど、が全員が原子力とエネルギーの在り方に関して意思表明する、場を持って、でその
その最後に何かを投じた結果で誰が多かったというよりも、まあ、これはスウェーデンの経験からそうなんですが、その全員がですね、1年間なら1年間徹底的に原子力とエネルギーのことを考えて何かにこう考え抜くたり議論をするというのは、そういう場ができるとまずはいいなというのがまず一つで、それがここ1、2年で、あとはまあ、地域によって差があると思いますけど、10年ぐらいの単位でそのもうガラッとですね、エネルギーそのものが変わるのはもうちょっと時間かかるかもしれませんけど、10年ぐらいの単位で日本の社会におけるエネルギーの、地域社会の関わり方とか電力会社の在り方とか、一人一人が、まあ、それこそ、電気自動車を持って、Google エナジーに電気を売っているような社会とかですね、まあ、10年もすれば相当変わってるんじゃないか。